ブラインドサッカーを始めることで今まで出会わなかった学校外の人たちと多く関わるようになって、人間関係や自分の行動範囲も広がっていったなというのは今でも覚えてます。小さい頃サッカーが好きだったので、障害があってもここまで自由にサッカーできるんだよっていうのが見るだけでも、すぐ伝わる、スポーツだと思います。僕は今はもう普通のサッカーはできなくなっちゃったんですけど、目が見える人と一緒に同じ条件でボールを楽しく蹴れる、試合ができる、喜び合えるっていうところが一番の魅力じゃないかなと思ってます。ブラインドサッカーは目を隠せば誰でもできるので、健常者も障害者も混じってやれるスポーツっていうのが魅力だと思います。自分を見てブラインドサッカーがしたいなって思えるような選手になりたいです。ゴールキーパーは目は見えている状態でプレーしています。自分の指示またはプレー一つで試合を壊すこともできるし、勝利に導くこともできるポジションだと思います。仲間とイマジネーションを共有し合って勝利というものをつかめた時にゴールキーパーの魅力というものを感じます。ガイドは選手にゴールの位置だったりコートの中の状況を伝える役割を果たしています。点が決まった瞬間だとか、選手から今のガイド良かったよと言ってもらえた時はすごい嬉しかったです。見える人と見えない人がゴールをしたいっていう思いを一緒にさせてゴールするので、やっぱりゴールした時が一番嬉しいですね。選手と同じだと思うんですね。人間の可能性を感じられるような究極のスポーツだと思いますし、見えてるゴールキーパーから自分たちがゴールを決める瞬間、仲間と一緒に喜びを分かち合う瞬間、会場の応援してくれている皆さんと全員でゴールの瞬間を分かち合える瞬間っていうのは最高の瞬間だと思いますし、スタッフはサッカーの指導するコーチもいれば、フィジカルのコーチもいれば、管理栄養士の方だったり、メンタルトレーナーの方だったり、いろいろな役割の方が関わっています。サッカーが好きだったっていうので、サッカーのこと、スポーツのことやりたい、社会的に意義のあることやりたい、そういう気持ちがあったので、それがこう2つ合わさったって形だったので。ブラインドサッカーという競技を知ってくださる方が増えてきてるんですけれども、一度ぜひ見ていただいて、生の音であったりとか、次も来たいなと思っていただけると思うので、目が見えないのにあれだけの距離感とね、あれだけの動きができるっていうのは、まあ、すごいですよね。訓練するとあれだけのことができるんだっていうのは、自身もスポーツやってたんで、まあ、怪我とかに悩まされて、まあ、もう限界かなとか思ってたんですけど、ブラインドサッカー見た時にもう自分の限界なんて全然まだまだだったんだなっていうすごい衝撃と、目が見えてないとは思えないような、あのみんな明るさと楽しそうな形で、すごいいいなって思ったのを覚えてます。最初は友達と関わるのも難しいし、お父さんお母さんから離れるのも難しいし、やりたくないっていう人もいるんですけど、一個なんかシュートがうまくいったぞとか、ちょっと一人で走れるようになったぞとか、お父さんお母さんからふっとこう手を離してもらって見守っていてもらえる、それを子どもたちが分かっていて、なおかつ自分一人で何かができたっていうことをちょっとずつこう積み上げていければ、自分で能動的に動くっていうことに喜びを持ってもらったりとかっていうのがちょっとずつ広がってるのかなって。やっぱ親から見るとやっぱり健常者と視覚障害者が一緒になってプレーできるっていうのがいいんですよ。でプレーすることによってコミュニケーションが取れて、プレーサッカーやってなかったらそういう経験はないのかなと思います。互いの悩みとかも共有できたり、子どもたち同士が仲良くできたりする機会があって本当にありがたいと思っています。はい、サッカーを今よりもっと上手くなって、目の見えない子どもたちが楽しそうにねやってる姿を見て、親御さんがすごくこう表情いいわけですよ。まあ僕もその子どもいますから、その親の気持ちっていうのはなんとなく分かることがあって、前は会話あんまりしなかったんですけど、話が上手になる、言い
ところは障害者でも楽しめるところと、目が不自由じゃない人もやれることと、友達と関われること。人やれば楽しいと思うんで、ぜひやってみてください。うん、俺の仲いい友達がいっぱい、めっちゃ楽しいよ。だからぶら下がやってみよっか。フラミサッカー自体の取り組みを社会で広げていくために、目の見えてる人たちに対しても授業を行っています。一つは小学生に向けたスポイップ学校の授業の中で、実際に目隠し体験をしながら違いのある人たちとの協力の仕方であったりだとか、視覚障害者の接し方であったりということを体験学習として学んでいます。大人の人には個人で参加できるオフタイムという授業をやっています。全く知らない者同士が20人ぐらい集まって、いきなりチームを組まされて、チームワークって何だろうみたいなことを考えながら視覚に対する理解を深めていくようなプログラムになっています。オフタイムビズが企業さんが法人として申し込みができるプログラムになっていて、ダイバーシティだとかコミュニケーションとか、そういったことを目的とした研修として取り入れていただいています。ブラインドサッカー自体の本質的なところが、コミュニケーションの癖だったり性格っていうのを築けたいいチームを作っていきたい、本質的に足りないものを気づかせてくれるようなスポーツなのかなっていう。企業さんにとってもチームビルディングであったり、コミュニケーションであったり、違いのある人たちとどうコラボレーションをして仕事の成果につなげていくかっていうことは大きな課題であって、それはやっぱり頭のインプットじゃなかなか人が変わっていかない。そこにブラインドサッカーの体験型を持ち込むことで行動変容につなげたいっていうところにつながったのかな。ブラインドサッカーのビジョンに視覚障害者と健常者が頭に混ざられて、ある社会を実現することというのがあるんですが、それをまさに今体感をしたという感じですね。知る以前と知った後、共生社会というものをすごく意識するようになって、一番変わったのはパラスポーツに対するその印象っていうのかな、障害者の方に接する機会が格段に増えてますし、その人たちと普通に会話をして、普通に食事して、普通に飲み行って、冗談言い合ってるっていうんですかね、生活の中に普通に存在するものになりましたね。私営業なんですけども、私たちのお客様の中にも目が不自由な方ですとか、耳が不自由な方なんかもいらっしゃるので、こういう機会に学んだことを生かして、分かりやすいコンサルティングが提供できると思います。この人たちってこんなにいろいろできるんだ、私たちができないこといっぱいできるじゃんって思ったし、単純に私は障害を持ってる人に興味ができました。普通の社会と、太いパイプでつながれてると思うんですけど、これだけの人が見てくれてる、見てくださる方々に対していい試合、いいものを見せたい、会場一体になっていいゲームっていうのを作り上げていきたいなっていうところは選手は思ってますので、声出せるタイミングでは大きな声援をいただけるとありがたいですし、すごくこの、力にもなるので。混ざり合う社会を実現していくためにはいろんなやり方があると思うんですね。政策を変えていくこともそうかもしれないですし、広告のあり方を変えていくこともそうかもしれないですけど、我々やっぱりこのブラインドサッカーというスポーツにこだわっているんですね。理屈で頭で入ってくるではなく、体で体感したり見て感染して影響を受ける、それが心を、人の心を動かして変えていくんだと思っています。代表が活躍することや視覚に障害を持った子どもたちが生き生きと活動していること、それらを見ながら、周りの私は関係ないわって思っちゃう人たちが巻き込まれていきながら、心を動かされて、それが日常の社会で、会社で、コミュニティで、行動の変革、変容につながっていくんじゃないのかなって思ってます。ブラインドサッカーのフィールドがまさに向かってほしい社会を体現しているかなと。お互いがお互いを助け合いながら、目標や進みたい方向に向かっていくと。理解しながらチームがなされている、そういった形が世の中にももっと広がっていってもらえればいいと思いますし、そういう世の中になれば障害とかに関わらずですね、みんなが生きやすい世の中になる。